にこんにちは。本日はこちらの件名の詐欺メールを紹介します。株式会社 NTT ドコモ、ご請求金額確定のご案内です。まずはじめに詐欺メールの内容を紹介します。その後、詐欺メールの中のリンクをクリックしたらどうなるかを試してみます。こちらの動画をご覧ください。こちらがですね、詐欺メールです。差し出し人は株式会社 NTT ドコモ。 件名は株式会社 NTT ドコモご請求金額確定のご案内ですね。メールの内容ですけれども、プライム会員のお客様、弊社カードをご利用いただきありがとうございます。次回お支払い金額のお知らせです。お支払い日についてのご案内、お支払い日4月11日木曜日、NTT ドコモウェブでログイン、そしてリンクですね。そしてさらに下の方にも、 リンクがあありりまますすいくつかありますねではあこちらのですねメールのリンクにアクセスしたらどうなるかを試してみたいと思います詐欺メールのリンクをクリックするとこのように表示されました D アカウントの ID を入力して次へですねまたはアデ d アカウントを作成してくださいですねちなみに 先ほどの詐欺メール、リンクがいくつかあったと思うんですけれども、どのリンクをクリックしてでもですね、こちらのサイトに飛ぶようになっています。以上です。いかがでしたでしょうか。今回の詐欺メールの件名は、株式会社 NTT ドコモ、ご請求金額確定のご案内です。今回の詐欺メールは、NTT ドコモを装った詐欺メールです。 私は NTT ドコモのカードを利用していません。何度もお話ししてるんですけれども、利用してないサービスからのメールは詐欺メールです。こういうメールはすぐに削除しましょう。本日の動画は以上で終わりです。ご視聴ありがとうございました。